今日未明、札幌市中央区の路上で不審者が目撃され、辺りは一時騒然となりました。今日午前4時ごろ、札幌市中央区の路上で白いスーツを着た男性がこんにちはと大声を出して走り回っていると、付近の住民から警察に通報がありました。ちょっと待ってください。警察が駆けつけたところ、地面に向けて繰り返しこんにちはと叫んでいたスキンヘッドの男性を発見したため、その場で捕獲されました。捕獲。警察の調べに対して男はとにかく大きな声で挨拶したかったと話しているようです。あ、だいぶ良くなりました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。内容がスッと入ってきました。ありがとうございます。想像できましたか、どういうことが起きてるか、このニュース、はい、大声出して地面に向けてずっとこんにちはって言ってたら、警察が来て捕まえ、危ないな、あの人危ないなと思って捕まえた。あの、今あの何やってるんですかね。これはあの今年の春入社の新人アナウンサー研修。はい。新人アナウンサー、これが寺風海の教える立場の風貌でしょこれ。じゃあちょっと田口ちゃんのちょっと見本見せてくださいよ。え、私ですか。お、田口さん春から何年目ですか。春から3年目です。あれ本当のなんか、うん、この関係性がこれ垣間見えますね。こんな服装でここ立つの、ちょっともうすいません、報道フロアの皆様、ちょっとどうしよう。私、じゃあもうふざけてるって自覚はあるってことですね。いやいや、そんなことないです、そんなことないです。いつも真面目にニュースをお伝えしています、ええ、ニュースをお伝えします。今日未明、札幌市中央区の路上で不審者が目撃され、辺りは一時騒然となりました。今日午前4時ごろ、札幌市中央区の路上で白いスーツを着た男性がこんにちはと大声を出して走り回っていると、付近の住民から警察に通報がありました。警察が駆けつけたところ、地面に向けて繰り返しこんにちはと叫んでいたスキンヘッドの男性を発見したため、その場で捕獲されました。福永さん、爆裂噛んでましたよ。申し訳ございません。私たち先輩の責任でもあります。申し訳ございません。口打ち上げ花火入ってたぐらい。白いツーって言いました。大変申し訳ございません。申し訳ございませんでした。不手際がございました。やっぱりそういうとこありますね。普段はちゃんと切り替えやってくれてますから。大丈夫です。よかったね、いい先輩いて。よかったです。